落雷メディアを再生する放電絶縁破壊とは、絶縁体に加わる電状の強さがある値を超えた時、電気抵抗が急激に低下し、大電流が流れることを言う。落雷は、雲と地面の間に大きな電位差がある時、その間にある空気に加わる電状の強さが、敷地を超え、絶縁破壊が発生することによって起こる。樹形上に不可逆的な絶縁破壊を起こした。 アクリル樹脂のブロック。一面に電子ビームを照射し、推定220万ボルトの電位差を発生させた、結果、生じた。電線路やモーターなどの電気機器においては、短絡を防ぐために、胴体間に一定の空間を確保したり、絶縁被覆を行う。しかし、雷サージや配線ミスなどにより、設計された耐電圧を超える高い電圧が加わると、 導体間に放電現象が起こって想定外の導通が起こる。MOS 半導体素子は非常に薄い酸化被膜を絶縁層とするが、この層は人体に帯電する程度の微弱な静電気でも容易に破壊されるため、開発当初はその取り扱いに注意を要した。その後、半導体素子内部に保護ダイオードを形成することで電化を逃がす構造へ改良が進み、 日常的な静電気による電子回路の故障は低減している。ありがとうございます。